はい、山田店長です、イエーイ。ってことでやっと、題名決まりました。これできます。山田店長の思いつきシネマカフェっていうのに決まりました。ありがとうございます。これがですね、実はツイッターのフォロワーさんが考えていただきまして、もうこれいいなと思ったんで、もう決定です。で、早速ですけども第1回目の、スタンドバイミーをちょっと語ろうかなと。映画、まあ、たまたま開始になったんですけども、実はでもまあ1本目にふさわしいかなというところで、まあ映画の内容はですね、あ、その前にこう下に書いてる通り、思いつきでアドリブです。で、記憶間違いも思い込みもあります。まあ突っ込んでいただいても全然いいんですけども、まあまあ、 ご容赦ください。それとなるだけネタバレはしないんですけど、多分ちょこちょこバレると思うんで、見たくない人はもうスルーしとってくださいってことで、これロードムービーですね。いわゆるロードムービー。12歳の子がですね、近所でなんか事件があって死体があるぞというふうな噂が立って、みんなで探しに行こうってことで4人で、歩いて探しに行くって話なんですけど、まあ道中いろんなことがあるんですけども、まあそんな劇的なことはないんですけども、まあでも12歳の子供たちにとってはいろんな出来事で、すごい途中へこたれたり何したり、みんなで励ましたりみたいなね。で、その中でこう田舎に住んでてこう葛藤があったりね、こう家のこととか悩みとかをみんなで打ち明けたりとかね、なんかそんなことをこうしながら、こうその死体を探しにね歩いていくんですけど、なんかねいいんすよね、切なくて。ちゅうか自分の12歳の時ぐらいってそんな感じやったでしょ。なんかみんなでこう、俺らは心霊写真をトンネルで撮りに行ったりとか、カッパを探しに行ったりとかなんかエロい本を探しに行ったりとかですね、まあまあちょっと置いといてそれはなんかね、その頃のことをファーッと思い出すんですよね。で、いくつになってもその時の記憶がですよ、もうはっきり覚えてないんやけど、いや楽しかったなとかね思い出しつつね、わあ、なんか気持ちわかるわっていうね、そんな映画に仕上がってるんですよ。だからまあ男の子っていうか、男の人はもう絶対見てほしいなっていうのと、女の人はどう感じるんかな、ちょっとよくわかんないけど、いや見ていいんじゃないかなと思います。で、これがまた役者がねいい人揃っててね、ちゅうかもうリバーフェニックス、この白いシャツ着てる子ね、リバーフェニックスも死んじゃったけど、いい役者でめっちゃいい男だったんですけどね、この後20代ぐらいで死んじゃったのかな確か。めちゃくちゃいい役者やったですもんね。このシーンもいいっすよ、泣けるんすよ。でね、そうそう、これちょっとどっかで見たな、ずっと下げます、ちょっと待ってね、あ、これリバーフェニックスもちょっと貴重なんですけど、これこう悪役みたいな役で出てくるのが、これほら24の名前ちょっと分かんないですけど出てきます、若い時の。またいい役者なんですよねこの人もね。映画、いろんな映画ちょこちょこ出ててめっちゃいいんすよ、上手、って思います。ってことで、ちょっと話したらかもしれんけど、スタンドバイミーもうめちゃくちゃいいんで、ぜひ見ていただきたい。それと歌がいいんですよね、ドゥドゥドゥン、歌いきらんけどドゥ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 ってやつ、なんちゃらキングみたいな人ですよね確か。グッチ雄三がよう歌ってましたよね、グッチ雄三、上手やったですね。ってことで、スタンドバイミー記念すべき1本目ってことで、今日はこれをお話しさせていただきました。おそらく2本目やりたいと思ってますんで、よかったら見てやってください。の山田店長でした。チャンネル登録してほしいですよろしく、ありがとうございました。